スライサーソフトの設定で一番重要そうなところにレイヤーの高さっていうのがあるけど、この数値をいじったことないな。それは積層ピッチを変更する項目だ。何を意味しているのか説明しよう。積層ピッチとは、造形物を出力する際の一層一層の厚みのことを指す。 G2 ボックスをはじめとするスライサーソフトでは 0.05mm がデフォルトとなっている。 0.05mm ってことは、二重層硬化して積み重ねることでやっと 1mm 分造形できるってことですね。その通り。ちなみに積層ピッチは機種にもよるが、だいたい下限は 0.01mm、上限は 0.2mm くらいの範囲で設定できるぞ。積層ピッチを薄くした場合と厚くした場合のそれぞれのメリットとデメリットを紹介しておこう。まずは積層ピッチを薄くした場合、積層ピッチは薄ければ薄いほど細かい部分まで正確に造形することができるぞ。特に曲線の多い造形物の場合は、積層ピッチが薄い方が表面が滑らかになる。極限まで高精度のモデルを造形したい場合は、レイヤーの高さを 0.01mm に設定しよう。ただし、デフォルトの 0.05mm にした場合と比べて、およそ5倍の時間がかかってしまう点に注意。時間がかかる点がデメリットだが、精度を高めたいなら薄くすることをおすすめする。また、もう一つのメリットとして、ピッチが薄い方が、造形物としての密度が高くなるため強度も上がるぞ。続いて積層ピッチを厚くした場合、例えばレイヤーの高さを最大の 0.2mm にすると、デフォルト設定時の約4倍の速さで出力できる。ただし曲線の多いモデルを出力すると、表面が荒くなり目視できるレベルで積層痕が出る場合がある。なるほど。どういう場合に積層ピッチを厚くするんでしょうか。造形のサイズ感や形状バランスの確認用に出力を行う場合は、時間削減のために厚くするのが良いだろう。また直線的なデザインのものを出力する場合も、出力精度に影響が出にくいためピッチを厚くしても良いだろう。モデリング途中のデータなど試作段階のものは速度重視で、やや積層ピッチを厚めにして出力し、完成品を出力するときは精度優先で積層ピッチを薄くするという運用がおすすめだ。ちなみに機種によっては積層ピッチの幅に制限があり、スライサーで設定した数値を受け付けない場合がある。上限や下限いっぱいに設定してエラーが出る場合は、機種のスペックを検索して推奨範囲に収まっているか確認しよう。